毎日ポジティブ、はい、ポジティブ18年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、僕は今海外ドラマのウォーキングデッドというですね、ゾンビ系のホラードラマにハマっているんですけども、まあ、それがですねめちゃくちゃ長いんですよね。シーズン1からシーズン11まであるんですよ。で、一つのシーズンに16話ぐらい入っていてですね、だいたい一つですね、こう早送りでもだいたい40分ぐらいかかるんですよ。まあ、これ全部見切るにはね、めちゃくとんでもない時間がねかかってしまうと。ただね、やっぱりこの海外ドラマのね凄さじゃないですけど、やっぱ止まらないんですよね、見始めると。で、何度もねこう止めようと思ってもですね、うわ、またこの終わり方だったら見るしかないみたいな感じでですね、また次のボタンを押してしまうというのがあったので、きっとねこれはタバコの禁煙とかね、お酒のアルコール依存症の人とかパチンコ依存症の人たちと同じようなきっと、まあ、軽いですけども症状がちょっと出始めてるなと思ったので、とりあえずですねウォーキングデッドをキンウォーキングデッドをしたいと思います。いやー、もう仕方ないですね。これはもう時間がいくらあっても足んないですよ。もうこれを一回見始めてしまうとね、もうめちゃくちゃ面白いんで。ただこれをしないとね、他のことができなくなってしまうという、僕の中でちょっと実際に支障がきたしている部分があるので、ここで一旦ね止めて、でちゃんと1週間日曜日のねお休みのところまで、ちゃんと自分がやるべきことをねやり終えたらご褒美で見るという形にして、ウォーキングデッドをキングウォーキングデッドしたいと思います。きっとね、お酒をもうアルコール依存症の人とかね、タバコ依存症の人とかそういう人たちと比べればね、全然軽症だと思うんですけど、でも自分を律してね見たいけど見ないというのをですねすることによって、そういう禁断症状になってしまった人たちの気持ちも分かると思いますし、まあ、これをね一回こうハマってしまったものを一度止めるというのはですねすごくきっと大変なね作業だと思うんですけど、でもそこをね僕は逃げずにチャレンジしていきたいと思います。いつもね営業終わった後ねまかない食べてる途中にですねそのウォーキングデッド見て、そこでねハマってしまって、そこから1時間2時間3時間見てしまうというのがですね最近の流れになっているので、まあ、今日はね見ないで止めてまかない食べて、でちゃんと寝て明日に迎えていきたいと思います。タバコを吸ってる人とかね、お酒の毎日飲まないとダメな人 と比べるのはねどうかと思うんですけども、でもそうやってね、もうやめられないものを一度自分の決断でねやめてみるというのはまた新たなね自分のチャレンジでもありますし、それをやることによってね、もしかしたら自分のより強い意志をね育てることにもなるんじゃないかなと思うんで、金ウォーキングデッドをするというお話でございました。皆さんもね何かやめたくてもやれないものもしありましたら、僕と一緒に日曜日までキンウォーキングデッドしませんか。キンウォーキングデッドだけじゃなくてね何でもいいんですけども、ぜひともね強い意志で自分の欲望に打ち勝っていきましょう。ということで以上毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。